こんにちはこの動画では T ダイアグラムを説明したいと思います。T ダイアグラムはこのようなものです。T の形, t の形をしています。英語では T は t o ーム s t o n e の省略です。まあ T でもありますけどね。で、こういうものはコンパイラーを表しています。このコンパイラーは C++ を C に変換します。また、このコンパイラーはマシン言語で書いてあります。これから詳しく説明します。 で、その後は、いろんな例を挙げますけど、例えば、これ、どうやって読みますかっていう説明をします。では、まず、これをちょっと忘れて、一般的にコンパイラーを考えましょう。コンパイラーは、このようなまあ機械みたいなものですよね。で、そのコンパイラーに何か入力を入れて、後で出力が出ます。まあ、結構単純ですね。例えば、 上に C++ を入れて、で、コンパイラーはボーンってなんとかして、下に例えばマシン言語、機械言語を出力します。で、コンパイラー自体は、まあいろんな言語で書いてあることは考えられます。例えば Python。Python スクリプトは、この場合だと Python スクリプトが C++ をマシン言語に変換します。この場合だと r u b y スクリプトは C++ 言語を機械語に変換します。面白いことにこれも考えられます。C++ で書いているコンパイラーは C++ を機械語に変換します。これをもう一回、まあ、ある程度もうちょっときれいに書きましょう。入力は C++ です。私の例では Python で コンパイルします。Python スクリプトはコンパイラーになってます。で、出力は C 言語です。つまり C++ を C 言語に変換してくれます。このスクリプトが。それでプレゼンをちょっと出て、画像をちょっと小さくして回転します。それからまた拡大します。これで何ができたかっていうと、 結構綺麗な t の形ができてます。もうちょっと綺麗に書くと c++ を c に変換するコンパイラーがあって、で、それは Python に書いてあります。ごめん、Python で書いてあります。これで分かったと期待しています。そんなに難しいものじゃないです。本当はすごい簡単なことだけど、ただちょっと難しく表現されてる気がします。では、ちょっと例を挙げましょう。使い方の。 ある言語 A をある言語 B に変換してほしいほら、まあ変。変換したいです。で、そのコンパイラーを自分で書きます。Python で書きます。つまり Python script は A 言語を B 言語に変換してくれます。ただし、Python script は実行できないんですよね。だって、機械語じゃないからです。何が必要かというと、Python インタープリータが必要です。Python を 入力としてもらって CPU の上で実行してくれるプログラムが必要ですちなみにこのインタープリーターは何何の言語で書いてあるかって書いてないんですよねそれをもうちょっと正確に書きましょう本当はこう書くべきでこれを消すべきですでは PythonPython Python スクリプトをマシン言語に変換してくれる インタープリータは C++ で書いてあると仮定しましょうちなみにここで大事なポイントはここのつながりですこの2つがつながってますこの2つはつながってないんですだからここでちょっと混乱しないでくださいねこの2つがつなこの二つをつなげようとしたらこう書くべきですこっちの出力はこっちの入力になりますでもそういうことじゃなくて こういうことです。と言っても、このコンパイラーでまだ問題がありますよね。C++ も実行できないんですよ。だから C++ をマシン言語に変換してくれるコンパイラーが必要なんですよ。で、それを C で書くとき定しましょう。同じ問題で C を実行できないからしたら C を、まあ、マシン言語に変換してくれるコンパイラーが必要です。 それはまあまあマシン言語で書きやすいからマシン言語で書きます。はい、出来上がりです。これが欲しい。でも Python を実行するためにこれが必要なんです。でもこれを実行するためにこれが必要なんです。でもこれを実行するためにこれが必要なんです。っていうようなダイアグラムになってます。そのためにこういうものを表すために T ダイアグラムは作られています。 はい最初に言った例ですこれをどう読むのでしょうかまずちょっと簡単化したいんですはいなぜこうしたいかというとこれとこれがつながっていることをもうちょっと明らかに分かりますからこのダイアグラムはちょっと違うものを表してますさっきのと比べてここの中心はこの例の中心はとか問題はこれをどうやって実行することです これを実行するためにこれが必要。これ実行するためにこれが必要。これ実行する。それがポイントでした。この場合だと違います。ここのポイントは、このコンパイラーがあります。けど、このコンパイラーが欲しいです。つまり、今 C++ をマシン機械語に変換するコンパイラーがあって、そのコンパイラーは P 言語で書いてあります。けど、例えば P 言語を実行できないんです。 例えば、インタープリーターがないからです。でも、D 言語を実行できます。だから、同じコンパイラー、同じ論理のものが欲しいんですけど、D 言語で書いて欲しいです。だから、さっきのとちょっと問題が違います。ポイントがちょっと違います。で、ちょっと、このコンパイラーをただのプログラムとしてみましょう。P で書いてあるプログラムとしてみましょう。で、このプログラムをただ D で書いてあるプログラムとして考えましょう。 で、このプログラムをただ、このプログラムに変換したいんです。それをやってくれるのは、このプログラムです。このコンパイラーです。入力として P 言語をもらって、出力として D 言語を出力します。つまり、このコンパイラーをこのダイアグラムで実行しようと思ってなくて、変換しようと思ってます。このコンパイラーを使って。これが入力になってます。 これが出力になってます。で、それをもうちょっとコンパクトに書くとこうなってます。このマシン言語とこのマシン言語が一緒っていうことは当然ですよね。これがいら今あるやつで、これが目的のやつ。これを変換したいんです。そのためにこいつを使います。はい、最後の例はクイズにもなります。 この2つのコンパイラーがあるとしましょう。このコンパイラーは C を C 言語に変換します。このコンパイラーは C 言語を機械語に変換してくれます。両方のコンパイラーは C 言語で書いてあります。いつもの問題で C 言語を実行できないんですよね。そのために2つのインタープリー,ー,ー,ーターを用意しています。まあ、1つ。実は1つ。C 言語を マシン言語に変換して実行してくれます。このインタピュータは。で、これを、これに変更したいんです。変換したいんです。はい。ひどい矢印でしたね。これが問題です。これをどうすればいいでしょうね。答えは3、2、1。はい、今来ます。ちなみに、実はまず自分で解いてみた方がいいんです。はい。短い答えは、 このコンパイラをこのコンパイラ、このコンパイラとこのコンパイラをそれぞれこのコンパイラに入力として入れることです。はい。この答えを分かった人はもうこれから見なくてもいいんです。ただ、もうちょっと詳しい説明するだけです。では、あるコンパイラはこれですよね。C++ を C に変換してくれてで、それは C で書いてあります。で、欲しいのは C を、ごめん、C++ を C 言語に変換してくれるんですけど、それをマシン言語で書いてほしいです。これを実践するために、このコンパイラーが必要です。C 言語を入力としてもらって、機械語を出力します。問題は、じゃあ、どの言語でこのコンパイラーを書きますか ?C 言語。なんで C 言語 これはちょうどこのものですから。で、それをまあインタープリートに入れたら実行できます。そうすると、もちろん論理。これはソースのソースプログラムの内容ですよね。論理。プログラムの論理。それがもちろん変わらないんです。変わるのはただ言語だけ。最終的に Visual Studio でコンパイルするときにこのようなものが起こります。この。ね。最初は C++ で書いて あるプログラムがあってでそれをマシン機械語に変換してくれますでこれはちょうどこれになってますで同じようにこれじゃなくてこれを自分に入れたらこれが出ますはいただそれだけです質問があればそのコメントに書いてください